スズキの軽トラック、キャリーのマニュアルトランスミッション搭載車に乗りました。先日紹介したスバルの軽トラック、サンバーに乗った際、我々は軽トラックという自動車を操る楽しさや奥深さに触れ、現在の最新の軽トラックがどのようなものになっているのか、大変興味が湧き、今回の試乗につながりました。まずはいつも通り、デザインから見ていきましょう。とは言っても、やはりかっこいいとか、かっこ悪いとか、そういうことではないと思います。とても平凡で、木を照らったところは何もなく、実用的を通り越して、もはや事務的です。軽トラを購入する人は、デザインよりも、使い勝手や耐久性、あるいは運転の、しやすさで選ぶのではないかと思います。横から見ると、キャビンの部分には、荷台からの延長上に、プレスラインが引かれており、ちょっとこだわったのかなと思います。後ろから見ると、もはや何の車種なのかわかる人は、あまりいないのではないかというレベルで、ぼっこ性です。荷台は、縦が 1940mm、横が 1410mm ですが、現在製造されている軽トラックはすべてこの寸法です。ペダル配置はまずまずなのですが、クラッチのバネに引っかかりを感じました。ハンドルはウレタン製で、ちょっと滑りやすいですが、農作業等ですぐに汚れることを考えると、これで良いと思います。シートはもちろんリクライニングしません。運転席は良いのですが、助手席の座面が硬く、地になりそうでした。ドアの内張りや、ダッシュボード、センターコンソールもすべてプラスチックかウレタンで、高級感は欠片も感じません。というよりも、そもそも高級感など必要のない代物なのだと思います。むしろ、傷ついたり、汚れたりすることを心配してしまう作りの方が、この車の場合、問題があると言えるでしょう。エアコンスイッチは古典的なレバー式です。コストカットという理由もあるでしょうが、エンジンを切っていても、一目見て現在の設定がわかる仕組みは、軽トラックの用途から考えても、理にかなったものだと思います。タイヤは、横浜タイヤの、スーパーバンを履いています。初めて耳にするタイヤですが、その名の通り、商用車向けのタイヤのようです。直列3気筒、660cc のダブルオーバーヘッドカムシャフト、自然吸気のガソリンエンジンで、最高出力50馬力、最大トルク 6.4 キロです。クラクションはシングルホーンです。安っぽい音ですが、軽トラックですので、こんなものだろうと思います。それでは、最新型の軽トラックの走りを味わってみましょう。加速感については、やはり自然吸気の軽自動車ですので、それなりです。すぐに後ろの車に煽られますし、わずかな上り坂でもシフトダウンしなければならなかったりと、シフト操作は忙しいです。また、3気筒エンジンであるにもかかわらず、10年前のサンバーと比べても、エンスト耐性は弱いように感じます。しかしながら、やはりトルク感は大きく感じ、サンバーと比較しても、低回転がよく粘ります。エンジン音に関しては、旧型サンバーの4気筒エンジンと比べると、さすがに音質は良くないですが、全体的に静かで、
特に停車中は、エンジン音があまり耳に届きません。シフトフィールについては、さすがにスポーツカーやホットハッチ並みというわけにはいきませんが、それでも少しこと気持ちよく、特にストレスなく入っていきます。剛性感についてですが、私が荷台を手で押しただけで、サスペンションが横にずれてしまうほど、横剛性が悪いです。従って、ある程度の速度でハンドルを切ると、まずはリアサスペンションがねじれ、その後にシャシーがねじれ、その後にやっと車が向きを変えてくれます。つまり、乗用車の基準であれば、ハンドリングは壊滅的に悪いということになります。しかし、それでも前回乗った旧型のサンバーよりはかなり安定していて、接地感も高いものとなっていました。おさらいですが、旧型スバル、サンバーの特徴の一つとして、後ろのサスペンションが独立懸架式であるということが挙げられていました。この最新型キャリーでは、リーフスプリングといって、一般的には耐久性やコスト重視で、乗り心地や接地感が犠牲となるサスペンションを採用しているのですが、それでもサンバーよりもはるかに高い接地感を生み出していたので、10年という年月で、いかに技術が進歩したかということがよくわかります。高速域でのスタビリティについても、やはり乗用車とは比較にならないものの、旧型サンバーよりも圧倒的に進歩しているなと感じます。ハンドルセンターが不安定で、なかなかちゃんとまっすぐ走ってくれないなという印象はありますが、レーンチェンジや高速コーナーでの恐怖感は、旧型サンバーの半分以下ですし、高速域でもしっかりタイヤは地面を捉えており、それなりにバイト感があります。また、四輪駆動モードにすると、さらに安定感が高まり、しっかりと道路を踏みしめて、確実に前に進んでいくような感覚があります。さすがに、自分がドライバーの時は、軽トラックに乗っている時特有の、緊張感を感じながら運転していましたが、助手席に乗ってしまうと、お尻が痛いとは感じるものの、ぼーっとしていると、自分が今、軽トラックに乗っているのだということを、つい忘れてしまっているのでした。旧型サンバーに乗った時は、運転席にいようが、助手席にいようが、常に緊張を強いられ、心休まる瞬間がなかったのですが、新型キャリーでは、少なくとも助手席にいる時はリラックスできました。地味なように見えて、軽トラックの進歩はすごいんだなと改めて感じましたし、あと2世代くらい進化すれば、運転中でも軽トラックであることを忘れてしまうのではないかなと思います。今回、我々は、軽トラックという実務的な仕事道具が、10年もの間にここまで進化を遂げたのだということに、驚きを隠せませんでした。何せ、先日ご紹介したサンバーも、リアエンジンリアドライブに、4気筒エンジン、そして独立懸架サスペンションという、軽トラックにしては破格のスペックで、当時としてはほとんどナンバーワンと言っても良いくらいの性能と人気を持っており、農家の方々からも高い支持を得ていました。しかし、今回の新型キャリーは、簡素なリーフスプリング式サスペンションでも、しっかりとした性能を発揮しました。それでも個人的には、エンジンフィーリングや操作の楽しさから、旧型サンバーの方が好きだと言いたいところですが、私のような車好きに、仕事道具の進化を止められるわけにはいかないですので、そこは、いいっこなし、ということにしておこうと思います。余談ですが、キャリーのサイレンカグレードは、68万5千円なのですが、キャリーの冷凍車は、安くても168万5千円するそうです。オイルネーターやバッテリーも強化されているでしょうが、ざっくり言ってしまえば、車よりも、冷凍庫の方が高い、ということになりますね。